僕の中でのコンバットスティックっていうのはイコールトーナメントなんですよね。トーナメントで勝てる竿っていうのがコンバットスティックかなと思います。それはもう僕の中ではもう絶対にブレないことかなと。めちゃくちゃ強い竿、硬いとはまた違うんですよね。硬いだけの竿じゃなくて強い竿ですよね。僕が言うパワーのある竿、ガチガチというよりも持った感じ硬く見えても実はピッチングしやすいみたいな。そしてガツッとかけれる、しっかりと止めれる力を持った竿っていうのが究極系の竿であって、現時点の最高レベルっていうのが多分シナジーだと僕は思いますね。本当にそう、魚を釣るためだけのマシン、そこにもう何も遊びはなく、本当にその世界で戦う上でそこで一匹の魚をもワンバイトをもロストミスしたくないっていうためだけに作った竿ですね。